久留米市出身のこがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立朝倉東高校からお届けします。こがけんアロー、ね、イエーイ。今日は3年生岩崎修太さん、彼女を好きすぎるあまり嫉妬が止まらないようです。僕の悩みは彼女なんですけど。彼女？はい、はい、好きすぎてちょっと結構嫉妬してしまうんですね。でその嫉妬をなんかしないっていうかなんか耐えるっていうか、それをどうしたらいいのかなっていうのが悩み。嫉妬しない方法がないか。はい、かわいい。はい、かわいいです。かわいいでしょ。かわいい、かわいい、はい、かわいい。ごめんね、これ新婚さんいらっしゃいだっけねえ、なんか違う、既視感があんだよこれ。そのだから例えばどういうことでやきもち焼いちゃうの？男の子と話したりとか、距離が近かったりとかしたらちょっと嫉妬しちゃう。どのぐらいの距離よ。だったら自分でやってみて、ちょっと友達と。もう結構こんくらいやったらもう嫉妬しちゃう。いや、そのぐらいはまあちょっとそんな距離で話したりするの？逆に平本さんは。いや、結構近いかもしれないです、人との距離がね。はい、それやっぱりもう今でもかなり指摘を受けている岩崎くんに。あ、多分もう怒っとるなって私の中で察して、なんかしたって私から言います。あ、そしたらなんて言うの？いや、なんもないってごまかすんですよね。うわ、だからもう直接なんかこういうことはちょっとあんまりやめてほしいって言って、平本さんが、あ、じゃあ分かった、気をつけるねって言ってくれれば、嫉妬することを減るんじゃない？平本さんからしたらさ、あれは嫌だと思うよ。だって意味わかんない状態で機嫌悪くなる。機嫌悪くなるっていうのは一番、僕は異性が一番嫌になることでもあると思いますよ。この嫉妬することに対して率直にどう思った？愛されてるなって思いました別にこれでこのままでいいってことです。ふざけんな時間を返してくれ、俺のお幸せに